さあそれではいただいたメッセージをご紹介しましょう今日のバックステーマはまだ早いわと、はい、早いわ私から今日は読ませていただきますね読みなはい振動、えー、ですあ、きた振動 <laughs> さん来ましたメッセージありがとうございますメッセンジャーのお二人先日は長い長い結婚披露宴に来てくれて本当にありがとうございました録、うん、者さんもありがとうございました、はい、改めまして 長くてごめんなさい <laughs> <laughs> まあまあいいんですご本人さえ受ければね、うん、別にちなみに私のまだ早いわは,は自分の結婚披露宴で新郎新婦入場ですで入場するや否や泣いてしまったことです <laughs> なあな 出席してくれた仲間の「おめでとう!」の言葉にすぐ涙腺が反応してしまいました「泣いたらあかんとこらえすぎていたので泣いたたららあかんとこらえすぎたのでさぞかししゃくれていたことと思います」で誰がしゃくれや!」「PS 梅ちゃんありがとうございましたと」と梅ちゃんまあ,あ大変な梅ちゃんもこれを「貫涙の涙」と「とる」か「お、うん、い」と「とる」かはそれぞれですけども「<あ>後者」ですなねおい」はやっぱりちょっと,ちょっとしたことやっぱり涙腺言うの挨拶 でも泣いてはりましたよ泣いて言葉詰まって喋れへんくってで「うん」ってなったらみんなが「しんどん頑張れピュンピュン頑張れ!」ってなったらもう余計「うん」うん、ってなってほんでしいちょっともう自分にやったら泣いて泣いてあかんからちょっともうあの「ちょっと嫁にも喋らせます」みたいなんで奥さんしっかりまとめて手短に挨拶してはりましたしっかりしてますなはい恥ずかしいの一言ですわ <laughs> そばが好きさんですね「はい、親戚のおじさんは何でもせっかちなのですと」とおじさんの80代の父親が入院した途端に葬儀者の。 えー、早とく割引に入ったとか<う>写真はどうしようと言い始めますちょっと本人がしたらどう思うかそんなのまだ早いわと言いたいです就活か <laughs> でもほんま流行ってるみたいやな今、うん、揉め事聞いたりするからさうどね。はいこちらですラジオネームみかんちさんです夫と二人で街の小さな電気屋をして42年になります去年の秋頃親戚の56歳になる男性が会社をリストラされとりあえずプラプラできないので働かせてほしいと言ってきま 来ましたうちは細々とやっているので男性を雇う必要も余裕もないけれど仕方なくエアコンや冷蔵庫の配達設置の時に頼んでいました、うん、1>, 1ヶ月ぐらいした頃「そろそろ名刺作ってえなー」と言いさらに「解禁手当もつけてくれたらええんちゃうん」うと厚かましく言ってきました「早いわお前の身分は一時預かりや」と夫が言うと翌日から来なくなりました「<ー>よかったですわ1ヶ月に10日ほどの仕事で何が解禁や」と。 すごいうん、自己主張が強い割にこう逆に言ったら忍耐力がないとかねまあ俺らの時も新人類とかっていろいろ言われとったけどな<ー>確かにでも無理なもんは無理やからねほ <laughs> 欲しきでは自分で買いに行けさんですねあれは今年の年始参りの時です親戚の中で一番がめついおばさんのお家へ年始参りに来きました、うん、新年の挨拶も終わらないうちにおばは私に言いました「いか長野の釘にいつくれるの?」と <laughs> 毎年私は釘にを作って親戚に送っておりますいいそういえば前回もこのおばからで年末に電話 ところで釘にはいつと催促がありました <laughs> 黒田さんはご存知だと思いますがイカナゴの新婚の解禁日は早くて2月末なんです,ですね。ちなみに親戚の中でこのおばたきがお返しの品くれません <laughs> やっぱり、ね、あの<ー>作ったら作ってね時間かかんね食いにで大変やね。やえー、我々もよくいただきますけどね。おおいね美味しくいただきますけどもいい、ね、本当にありがとうございますいつも。<laughs> はいこちらです姫路の水仙さんです。えー、私の姉は何事も何をするにもめっちゃ早いです。子供え孫たちにくれるお年玉は11月頃に早い。 今からやってくる2月14日のバレンタインのチョコお正月に預かりましたいつも早すぎるわと私言うんですが一 <laughs> 日も早いんですよ午前中に買い物冬でも夏でも夕食5時ごろ5時半ご飯 夜の八時には床に入ってテレビです。もういつもいつも、もういつもついていけません。姉の主人にすいませんと私が謝ります。江戸っ子の方ってそういう。だから八月に盆銭と七月にすんのは、八月ゆっくり遊ぶためとか。なか行きとか、そういうのにかかってんのか。ただ、まあ、遅れるよりかはね。そうやで。バレンタインデーでも、今私おいて、これまた腐るもんちゃう、チョコレートそんなにね。四月に渡された。ああ、だから、それはあらへんか。 うん、俺もどちらかというと早く渡したい方やねんから、うん、お祝い事はでも早いのダメですもんね意味事は早い方がいいけど、ね、お祝い事は遅れて渡す方がいいですよねラジオネームしんじさんですね子供ですと小学四年なのですがお父さんお年玉もたまっているやろしそのお金で定期預金をしたんやと言っています、うん、早いなあと思うのですが、将来のことを考えるとしっかりしてますね定期預金やっぱり定期預金って大事なんですかあやらさん 大事一個の防波堤としたら大事かもしれませんよね普通預金でずるっと置いとくよりは、まあ、ここは手をつけないと決めるとかいうのあるんですけどもでも何年何年でいつも利率は変わっていくもんですから掘りっぱなしにしてるとそれはそれでいいのかどうか分かりません。 でそれでまあ大手に限ることですけどもなかなかね小口預金の方にたま満期になりましたけどっていう連絡がなかったりもするんでそういうとここまめにやってくれる銀行に移し替えた方がいいかもしれませんね、うん。 利益を考えるとね。ちょっと考えよう。ラジオネームホットファッジサンデーさんです。お前銀行の人かよ誰と喋ってんのかな思った納得してしまったけどね。それやり取りしてて全然言うてけへんなお前。俺お前に金か預けそうなったん今。保険のねプランナーの方に聞いたらやっぱそういうので見極めていかんと、もう預けたら預けっ銀行で大事なんや。あの言ったら都市銀行って言われてるもんではなくて。だって緻密にしてた方が自分がいざあいつに。 あれ借りれたりとかいろいろねあったりするやんか。うん、池田選手銀行にしよう。うん、それい,いいと思いますよ。<laughs> さあたくさんいただきましたがどなたにしましょうか。早い人。早い？早く渡してくれる人。お年玉とか何でも早い人ね。息だな。はい、えー。姫路の水仙さんに現金三千を差し上げましょう。今日のテーマはまだ早いわ。たくさんのメッセージをありがとうございました。